どうも、エリマガール、イエコです。今日は私のメイクを紹介したいと思います。ではどうぞ。ワッチ、これ3つを使っていきます。これ歩いてるね、を取ってこういう感じで乗せます。ちょっとはみ出す感じで乗せます。目の下にも乗せていきます。こんな感じで、二重の補強とかもした方がいいと思う。二重のところにグッグって押し込んでみたり、そしたらこの二段目の色を取って、この黄をここに入れます。できたらこのリンメルのマグニファーズのやつ、ここの色、ここの色とここの色をこの二重のここのところに入れていきます。ここの色を取って入れます。これもちょっとだけ入れます。線のところに入れていきます。まずアイライナーとかも全部入れましょう。普通のなんか暗い茶色で二重を描きます。ここ跳ね上げます。こうです。そしたら前100円ショップだからいいできます。これも100円ショップです。でしたら、割り方キモかったな。でしたら、この、これでまつげを塗っていきます。全然わかんない。今日全然綺麗じゃない二重が。こっちやります。ということで私のメイクでした。すごい面白くない、ごめん。またやっと待って、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、グッドボタンと高評価しよう。お待ちしてます。インスタ、ツイッターやってます。フォローぜひぜひしていってください。バイバイ。